はいどうも、おしゃれ劇団超新予備校のおしゃれハンター三剣です。はい、こっちからそっちから自己紹介どうぞ。バグナットカフェの橋口めぐみです。出ません。あ、どうも、フリー徳永です。出ます。はい、超新予備校神ベップです。出ます。超新予備校さすがてっぺいです。出ません。言ってくの。超人予備校冷田ミカエルです。出ます。不参加率が高いまま。はい、今度エリマキトカゲ神獣という作品をやります。エリマキトカゲが神獣すると思います。はい、エリマキトカゲ皆さんご存知ですか。エリマキのあるトカゲです。走りましたよ昔。1984年の頃にブームになりまして、すぐにブーム去りましたけども、そういうなんかノスタルジックっていうか、そういう昔のことを懐かしんでやろうと思っております。素晴らしい作品だと思います。みんな見に来てください。自分をスターだと思い込んだな。真ん中やから。はい、ゆまきの原神獣、僕は大好きです。はい、またスターのようが。ありがとうございます。エリマキトカゲ CM でよく見てました。面白いでしょ。俺も面白いですよ。誰がターゲットか分からない。なぜ台本もないのに。はい、ミカエルさん、ミカエルさんどうぞ。エリマキトカゲ真珠、あ、キャストが豪華です。どうせ暇だと思うので、じゃあ今から書き込んでおいてください。よろしくお願いします。ゲストで出るかもね。あ、出ないと思います。ということで、10月31日から11月の3日までやっておりますので、バーストの方へ皆さんお越しください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。